はい、じゃあ今回はこちら、ダウンタウンの楽器つかボタンミニ、こちらを紹介していきたいと思います。こちらね、クレーンゲームで獲得したものなんですが、実は市販で売ってるものです。なんと1200円するものですね。はい、じゃあ早速では開けて、どんなものかやっていきたいと思います。じゃーん。後ろにこれついてるんで外して、スイッチもありますね、ここに。おお、全員アウトのパターン。エンドアウト。田中アウト。みんなの回す。松本アウト。エンドアウト。構成。アウト。エンドアウト。これなんかそうだね、続いてる気がするんだけど。全員アウト。あれ、これね、ランダムなのかな。あ、ランダムなんだね。あとね、多分1パターンぐらいあるんだ。田中アウト。全員アウト。出てこない。あれ、何、出てこない。構成アウト。やばい、ランダムだから。浜田アウト。浜ちゃん出てきた。あとね、一パターンだけ出てないのがあるんだ、これ。エンドアウト。よし、聞いてるぞ、これ。あ、走ってきましたね。田中アウト。あ、違うんだよ。本当にあんのかな。田中アウト。そうね、そこの音が出るまでしっかり続けますね。まあ、出ない。ランダムだから難しいな。違うんだよ。ふっ。え、これ全然入ってんのかな。怪しい、これ。浜田アウト。田中大キック。あったー、来たこれ、この音声を出したくて、ね、これ、そう。これで全パターンですね。音声ができりました。ということで、はい、長かったですが、ご視聴ありがとうございました。こんな感じのおもちゃでした。これね、後ろに、電源ボタンもついてて、LR44 かなのボタン電池だと思うんですけど、もうちょっと開けないんで、今回ちょっと何個かわかんないですけど、2個か3個ぐらいかな。LR44 の電池が3個ですね。3個使用ってことで。で、さっき、この、実はね、なんで分かったかっていうと、この、ボイス内容がここに書いてあって、一番最後に、田中タイキックっていうのがあるんですよ。これ、ランダムになってるみたいなんで、一通り聞けるのに、これだけ時間がかかるということでね。はい、一応、今回こんな感じでした。じゃあね、バイバーイ。